バチは指2本開けて持ちましょう。武蔵ドリームチャンネル、はい、今回は基本の縦打ちの基本のですね、はい、4番の構えというところですが、構えは下段と中段と上段とあるんですね、はい、で前回下段をやってきましたが、はい、今回は上段と上段上段ですね。神って書きますね。神ですね。冗談。そう。で、この順番になってますので、まあ、1番からね、こう順番に見ていくと、この言ってることが伝わりやすいかと思います。なので、はい、1番から順番にチェックしてから、この冗談を見るといいと思います。はい。で、冗談はですね、まあ、この動きがよりもうダイナミックになってですね。で、このバチさばきですね。抜き手のバチさばきと、握り手のバチさばきをこう合わせたですね。こう合わせ技が出てきます。はい、ということで、まあ、動きもより大きくなってですね、はい、今までのやってきたことをつなげていくというところが出てきますので、はいですね。で、まずこの位置ですね、上段の位置、はい、でまず正面の方からですね、はい、はい、この構える位置はですね、二の腕がほっぺたの横、はい、まあ、この真上に上がっていくとですね、まあ、ちょっと横から見てみましょうか。この状態ですね。まあ、耳の横に来ると、まあ、鏡とかがあるとですね、まあ、見えるんですが、まあ、自分の視界からバチと腕がちょっと消えてしまいますので、この二の腕のほっぺはですね、ほっぺの横に、二の腕の横に、ほっぺの横に二の腕がですね、二の腕がほっぺの横に来るようにします。そうするとバチとですね、まあ、腕がですね、まあ、なんとなくこう視界に入ってくるんですね。で、見えないということは、まあ、ちょっとコントロールが、しづらくなってくるんですが、はい、で、見える位置にあると、まあ、見えるんで、なんかみんなで合わせたり、振りを合わせたり、音を合わせたりするときに、まあ、合わせやすいというところになってくるんですね。なので上段、まあ、上とは言ってますが、まあ、ちょっと斜め前方角度ですね、まあ、45度ぐらいですねに構えていきます。で、ほっぺたのところですね、はい、で、この角度でですね、まあ、抜き手の状態で構えていきますが、じゃあ順番にですね、一つずつですね、まず、この構えの一番基本姿勢を抜き手の状態で構えてですね、で、そこから、まあ、こう腕を上げていくわけですが、はい、でこの時に、まあ、この抜き手のままの状態でですね、でバチ先が下がっている状態でこう上げていきます、腕をですね。で、これは、まあ、なぜかというとですね、この正面に来ているところですね、はい、でこのまま、上げていくとですね、このバチがこう、まあ、これがバチのお腹ですね、こっち側が、はい、そしてこちら側がバチの背中だとすると、まあ、こうお腹が見えてですね、わーって上がっていくわけですね、はい、もう丸見えな状態ですね、まあ、腹を出した状態で上がっていくわけですが、まあ、この線がですね、まあ、こういう打ち方もすごくね、あの荒っぽく打ったりとかですね、まあ、こう竹田形式打ったりするときはすごくいいんですが、まあ、こう早く打ったりとかね、連打でダーっていうときはもちろんこういった打ち方をしていくわけですが、この構えていくところですね、一つの、まあ、見せ方としてですね、ここの待ち先が下がった状態で皮からも上がっていくと、線で線でバチがですね、線で上がっていくんですね、ふわっと、でこのふわっと上がっていく、これがまあこの間というかですね、でこの間と回転はバチがこう描いていくというところで、こう間とですね、あれを生み出していく冬ですね、そう、このままこうスッと上がって、でスローで次にこうクリックというところですね。なのでこの緩急とメリハリというところですね、あと動きの、まあ、振りの上でもこの線でバチが上がっていくんですね。なので、この抜き手の状態で構えてここから上げています、はい、そして、はい、でこの頂点に来た時に、はい、次の段階ですね、でここの時にちょっとじゃあ拙者ではい、2つ目ですね、はい、最初はこの抜き手で手首が、基本姿勢曲がってるんですが、こう頂点に来た時にこの手首を曲がってない状態というですね、この曲がってる状態からここにニュートラルに戻しています、はい、これですね。で曲がった状態だと、まあ、よくこうバチをですね、こうムチのようにこうしならせるということを言うんですが、ここの、手首が曲がったままの状態と、まあ、ちょっとですね、こう回転しようがありすぎですね、遅れたりするときがあるんですね、ことが少し、なのでここの一回こう頂点に来たときに手首をニュートラルの状態に戻していきます、そう、ここですね。でここからこうバチがこうしなってシュッと、はい、まあ、腕と平行になるようにこうバチがしなってびっくりします。で1回だからこの頂点に来た時にこの手首をニュートラルな状態に戻して、そこからバチがしな
ので、だったらもう初めからですね、この手首が曲がってない状態で上げればいいじゃないかという、まあ、意見もあると思うんですが、そうするとですね、この正面から見た時にもうこうバチが上がった状態で、ああとなんですね、ああとなんで、このバチのこの線を見せていくために最初はお手首をこう、まあ、抜き手の状態ですね、でこのバチの背中の部分を見せてこうバチをしなるようにして見せて、そう横から見るとそう綺麗ですね、もうふわーっとあってそっと、はい、バチがしなって、まあ、ふわーっとあって、まあ、バチがこう描いて、いくようにですね打っていきます。まあ、特にこうゆったりとですね、バーン一発ずつこう打っていくような時はこのバチの一つずつのこの所作と振りというところが、まあ、一つの見せ方イコール音にも伝わっていきますですね、はい、ということですね、まず、基本姿勢で構えて、で、バチ先を下がった状態で腕が上がって、はい、で、頂点に来たら手首を一回ちょっとニュートラルに戻して、そこから腕をバーンってきましたね、はい、で、この打った時にドーンっていう時に、この下段の時にやった腕をプシュプシュですね、バレーのレシーブので、このまま押しがないとドーンとニャーンとなります、はい、まあ、この革の張力に負けてしまうんですね、まあ、これはこれでこのドーンとそのまま響かせる時はいいんですが、こうジョンと音を骨で打つんですね、革の裏側までドーンと響かせるためにはちょっとこの押しが必要なんですね、そうそうですね、トゥンでこれグッドンとやられる感じですね、はい、この感じがないとこう響かないんですね、あの伝わってこないんですよ振動が、なので打った時にこの二の腕のところにこうグッとプッシュします、はい、でこれで一回止まりました、一回ここで止めていきます、はい、ちゃんと打った時にドーンとピタッと止まってですね、でそこから、今度はリセットしていきます、最初の構えに戻っていきますが、腕を上げます、腕を上げてから抜き手の状態に戻してリセットします、はい、これでまあ順序よくちゃんとこう綺麗っていうんですね、打った時にそのままもリセットすると、まあ、ちょっとこうおざなりになってしまうと、ドンってドンっていう感じですね、ドーンドーンと一つずつこうドーンとなるんですね、これは打ってすぐにこう手首をリセットするとドンですね、ドーン、うん、音がドーンです、はい、まあ、振りイコール、音につながっていきますので、一つずつ丁寧にですね、で振りも大きく、そして止めるところは止めて、ふわっといくところはふわっといくという形ですね、はい、でこれで、まあ、順番ですね、順序でやっていきますとまず構えて、で腕を上げてドーン、で腕を上げてリセット、で腕を上げてドン、腕を上げてリセット、腕を上げて腕を上げてリセット、腕を上げてドン、腕を上げてリセット、はい、まあ、このように、まあ、面倒なんですが、一回一回こう腕を上げていくというところを意識します、まあ、なかなか日常生活の中で使わないですからね、そうですね、で、この腕の根元から使っていくというところは、まあ、テコの原理とかですね、感性の法則を、このバチに対して働かせて、太鼓を背中にバーンって打つために非常に重要なポイントになっていますね、うん、まずはこの腕の根元を使っていくというところですね、ね、今ね腕を上げてたら、はい、こちら側の筋肉をすごくよく使います二の腕の、はい、そういうかあのプルプル、夏になったらちょっと怖いプルプル腰になります、プルプル腰、ね、まあ、こういうところもなかなか使っていかないですから、はい、でこの、まあ、中心の体の中心のですね、インナーマッスルの方にも腕の裏がですね、二の腕の裏すごい重要になってきますね、はいですね、そして、あともう一つですね、はい、頂点を上げて打つときですね、でこの、打ち下ろしていくときに、まあ、肘の向きですね、これが、外に出ると、まあ、ちょっとこう顔側にですね、バチが、はい、当たってしまいそうになるときがあります、はい、これはまあ自分でその防御することはできますが、振りがちょっと小さくなってきてしまうんですね、この肘を太鼓の革の方に向けていきます、まあ、これはその逆発想の打ち方の発想の時は、肘を外にしてうわっと打っていきますね、まあ、大きく竹だけしく打っていきますが、でこの逆発想の時は肘を内側に入れてですね、内側に入れて、そうすると、このバチがバチの軌道がですね、太鼓の革の中心に向かっていきますので、じゃあちょっと打ってみましょう、この肘を、だから肘が、まあ、太鼓の革打面の方に、向いていきますね、でこう肘を向けた時によく一緒にこう手首を一緒に向いてします、こうすると太鼓がこっちが状態になりますね、からこの肘だけを動かしていくっていう、こういうストレッチをするんですね、外下外肘が外向いてて肘だけこの内側に
ですよ。最初なかなかあの動きませんが、こういうストレッチです。なんかこう見ると気持ち悪いですけどね。そう気持ち悪いですね。で、この時に一緒にこの肘が下を向いた時にバチまで一緒にこうならないように、この肘だけこう動かしていきます。筋肉。そう。こういうのもなかなか使っていかないんですね。で、これもあの使わないと動かないんですね。逆にまあその使っていけば、動くようになっていくんですね。これすごい結構あの打つ時に、まあ、どの例えばですね、この大太鼓、まあ、正面で拝み打ちする時も、斜めで打っていく時も、まあ、横で打っていく時もですね。で、こう正面で打つ時、あの縦打ちですね。この時もこの肘を動かせるっていうところが非常にですね、こうやってモザイクが入ってますね。ここでちょうどここにも目線が入ってはい、ということでね。で、私がちょうどそのバッジを避けようとしてこっちに行ったら、京子さんも狙ってなくてはい、ということですね。はい、なのでこの腕のこれ、まあ、こういうストレッチは非常にいいですね、うん、はい、はい、ということで、肘の向きにちょっと、気をつけていくとですね、はい、これはもう使わないより使う方が断然いいですから、使えた方がですね、はい、気をつけてやってみるといいと思います。いいと思います。はい、ということで、左右つなげて、はい、前で4回と、せーの、と、うん、左こうですね、はい、右、左、はい、はい、こうですね。で、この、打った時に拳と腕がこう揃うんですね。右利きの方は最初左が動きづらかったり、まあ、左利きの方は右が動きづらいと思いますが、できるだけ右も左もドーンっていう音が出せるようですね、音が揃うように均等に揃う、大体揃わないときは、位置がずれてたりとか、しますので、あとこの間違いしなってなかったりとかですね、うん、そういうところに気をつけながらやっていくといいと思います。いいと思います。はい、ということで、構えの冗談でした。はい、冗談でした。次回は何ですか。次回は中段ですね。中段、はい、中段はこれまたこう難しくなってます。まあ、今まではこう単発打ちですね、一発ずつ打ってましたが、今度は連続打ちというところをやっていきますので、はいはい、まあ、こう片方打ちながら片方動かしたり、静止したりというところですね、はい。はい、というところに入っていきます。はい、はい、ということで、頑張りましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。